その年の夏は地球全体がおかしかった。東南アジアでは雨が降らず水田が枯れ、アメリカでは記録的な冷夏となる。サマーキャンプにいた7人は何も知らず、それは誰も知らない世界での冒険の始まりになること。大地、ソラ、どうしたんだよ。そんなところで寝てないで。しょうがないな。どうした？空から何か降ってきたの。バカだな、真夏に雪なんて。ほら、間違いないわ。本当だ、どんどん降ってくる。太一さん、こうしろ。真夏に吹雪なんて一体どうなってんだ。例の異常気象のせいかもしれない。それより今はこの吹雪をやり過ごさないと。どうかしたか。ここに来る途中に祠があったの。それだ、こちら一緒。はい。すごい雪だったけど。夏だったのに雪。これここ、私たちがいたキャンプ場、別の場所みたい。ミミちゃん、走ると危ないわよ。ハッション。天気予報で雪だなんて言ってたが、この場所をあまり離れないようにみんなに声をかけた方が良さそうですね。初めて見たぜ。そんな変ですよ、日本でオーロラなんて。はおい、あれ、何か光った。みんな怪我はないか。何なんだ。隕石ですか。何これ。携帯でもないですし。
気がついた。よかった。喋った。俺の名前知ってる。なんだお前。僕コロモン入っちまってた。コロモン、俺を待ってた。うん。そりゃ一体どういうことなんだ。太一さん。おう、小四郎。よかった。僕一人ぶっちになったかと思って。俺もさ、お前が無事ってことはきっと。うちがついてるやないですか。うわ、小四郎、そいつは。うち持ちも言います。よろしゅう。ここで気がついてからずっとついてくるんですよ。ここ？ここって？ここはファイル棟ですわ。ファイル棟？そう、ファイル棟。彼らはそう言ってますけど。確かめてみなきゃな。よし、あの木に登れば何か見えるかもな。大地だ。もう少しだからな。あと少し登れば、よっと。太一さん、何か見えますか。ああ、あっちに海だぞ。こんな山に見覚えないな。太一、僕も登っていい。え、あ、あれは。でっかいクワガタ。あかん、クワガーモンや。大地さん、こっちに来ます。おい、お前何するんだ。あ、大地、今のうちに。ああ、逃げるぞ小四郎。はい。小四郎、こっちだ。はい。くそ、また追ってくるぞ。どっかに隠れないと。こっち、こっちや。やつに気づかれないでしょうか。しもう行った。は、誰かそこにいるのか。ソーラ。そっちこそ。ヤマト、お前も。タイチ、みんなもいたのか。うわー、みんな。ジョー、よくわからないけど、みんなどうやら無事みたいだな。ヤマト、お前の持ってるそれ。ああ、こいつか。僕、ツモモンです。なんで顔が赤くなってるんだ。どうやら恥ずかしがり屋らしい。みんな性格はバラバラってことか。なあ、ソラ。ヒョコモンって言うのよ。私、ヒョコモン。ソラ、ヒョコモンって女の子なのか。そもそも性別ってあるのかしら。そのうち分かってくるのかな。大地、変なやつが追いかけてくる。変なやつじゃないよ、フカモンだよ。なんだこいつ。こいつじゃなくてプカモンだっての。ジョー、ずいぶん仲良くなったじゃないか。ずっと追い回されてもうヘトヘトだよ。
ことがない多様な生物がこんな。さっきからずっと考え込んでますねや。話したいこといっぱいやのに。夢中になったら止まらないからな。結局お前たちって一体何なんだ？僕たちデジタルモンスター。デジタルモンスター？そうだよ。とりあえず自己紹介するか。俺八神太一。同じ5年生の竹之内空よ。同じく5年の石田大和だ。木戸城6年だ。4年の泉幸四郎です。それから僕高石たける、小学校2年生だよ。たけるって名前なのか。じゃあ俺たちともよろしくな。うん、よろしくね。これで全員だっけ？ちょっと待って、4年生のミミさんがいません。これはミミさんの声じゃ。あっちだ。We'll be right back.
や、タイチ、お前すごいぞ。見てくれた？ソラ、あなたもみんなもどこもすごく強かったよ。僕も思わず手に汗握っちゃったね。だけど一瞬で大きくなれるなら。違うよ、あれは僕たちだけじゃ無理なんだよ。ん？お前たちだけの力じゃない？子供たちは何も知らずにいた。それがとても長くてとても短い夏休みの始まりだということ。なんとか助かったみたいだな。崖の下に川があったおかげね。何だったんださっきの魚。あれはマーチングフィッシーズさ。オイラ魚を自由に操れるんだ。そうか、ありがとう。今はもうゴマも。さっき名前覚えたばかりなのに。僕たち進化したんだ。進化？普通はある生物の種全体が。そうですがな、その進化。前より強くなったみたいだな。それで進化してもやっぱりデジタルモンスターなのか。それよ、タイチと会えてよかったよ。なんだかよくわからない。オイラたちにもよくわからないんだよ。いいじゃないか。Yeah.